家族に精神科に通ってもらう方法。父がうつ病で病院に通って薬を飲んでかなり調子よくなっていたのですが、調子が良いのを薬のおかげだと思わずに勝手にやめてしまい、また最近周りから見ても調子が悪くなってきました。父自身は薬のおかげではなく自分の性格の問題だと言って通院を続けてくれません。何か通院を続けさせる良い説得方法などありませんでしょうか。私が思ったのは、例えば調子が良くなってきた時にそれが薬のせいなのか、あるいはそういう生活習慣のせいなのか、朝散歩のせいなのか、あるいは何かストレスの原因となるものがなくなったせいなのかっていうのはよくわからない。よくわからないって主治医として観察していてもわかる場合もありますけども、よくわからない場合の方が多いです。その瞬間においてね、何ヶ月かしてすごく良くなってから振り返っていくと、あの時は症状のせいだとか薬のせいだってわかるんですけど、今この瞬間において薬のやめて悪くなったのだとすると、初めてそれは薬のせいだっていうふうにわかるんだけども、その瞬間においては、あ、すごく良くなってますね、薬の効果ですねって言って通院しなくなって、そのまま調子が悪化しないとしたら、それ薬のせいじゃなかったってことになっちゃうので、そういう様々因果関係とかを見ながら判断していかないとわからないんですね。なのでご本人はなんか性格のせいだって言ってるけども、性格だってそう簡単に変わるもんじゃないんだから、性格のせいで良くなったり悪くなったりしないですね。とりあえずそれはそれとして、なんとか通院を続ける良い方法などはありませんでしょうかってことなんだけども、簡単ではない。だけど本人にも辛いところがあるはずなんですよ、メンタル疾患の患者さんっていうのはね。だから本人に辛いっていうふうに言わせるのが重要です。最近だから眠れなくて辛いですとか、ご飯が食べられなくて辛い、気分が落ち込んで辛い、朝起きれなくて辛い、うつ病があれば例えば体がなんか重たくて鉛が入ったような気がする、頭痛がする、肩こりがする、朝が起きられない、最近気分が重苦しい、なんか思ったように動かないっていうような症状をうつ病の方っていうのはあるはずなので、それがご本人に辛いというものがあれば治したいって気持ちになりますね。本人が辛くないっていうことになると、いや辛くないけどあんたうつ病なんだから精神科に行って薬飲めって言ってもそれ通用しないですね。本人は辛いところがあればそれをなんとか治したいって気持ちが初めて起こってくるので、じゃあ病院行ってみる、また薬飲んでみるって初めて言った時に響くので、本人の辛いというところを引き出したり観察していったりするというのが、精神科に行かないっていう患者さんすごく多いんですけども、それをどうやったら連れてこれるかっていうと、本人が辛いっていうことを言った時に、あ、それってお薬で治るみたいだよ、先生がそう言ってたよとか。一番いいのは眠れないっていう睡眠障害です。睡眠障害っていうのはものすごく辛いです、眠れないんだから。本人に自覚しやすいです、眠れてるか眠れないかっていうことでね。なので最近眠れてないんじゃないのって言ったら、寝つきがすごく悪いんだよっていうふうに言うかもしれない、じゃあちょっとなんか病院行ってお薬もらった方がいいかもねって言って病院に行くみたいな。なので睡眠障害を理由に精神科に連れていくっていうのは結構ありなのかなっていうふうにね、よく使う手であります。ということで、うつの症状でご本人も苦しんでいる部分っていうのは何がしかあると思いますので、そこの症状ね、うつの症状カバチャンネルで検索してもいいし、ネットでうつの症状いくつか見たら多分当てはまるのがあると思うんで、例えば全身倦怠感っていうのもあるんです、体がだるいとかね、疲れやすいとか、いい疲労感っていうのもあるんですけど、なんか体重だるくない、体疲れやすくないって言ったら、疲れやすいんだよね、それってうつの症状みたいだよ、病院行って薬もらった方がいいんじゃない、ちょっと病院行ってみないっていう感じで持っていくと、どっかで引っかかる部分があります。あとね、皆さんね、患者さんとかに何かをやらせる場合におきまして、せく、急ぐ、慌てる、今すぐ連れてかないと大変なことになるんじゃないのってことで、とにかく慌てて連れてこようとする、あるいは自分一人だと連れていかないから親戚とか呼んできて 5,6 人でこうやって連れてこようとしたりするんだけど、そうすると余計俺は行かないとか言って抵抗したりするんで、3ヶ月から半年ぐらいすると大体来ます。具合も悪くなってくるんで、もし今私がこういう人が相談来た場合は、今みたいに説得してくださいと、3ヶ月以内でもし行くって言ったらすごくいい方だと思いますけどねっていう風にお伝えするんですね。3ヶ月から6ヶ月ぐらいすると大体行きますね。1ヶ月では来ないです、この方の場合、家族に対応してもらうと1ヶ月で来る場合は珍しいです。それだったら最初から来るんで自分でね。なんで3ヶ月から半年ぐらいずっとそういう流しをしたら、ようやく来てくれるようになると思いますので、そのぐらいののんびりとしたペースでやっていくしかないと思いますね。その間に悪くなったらどうするんですかって言っても、それは自己責任なんで、それは本人は気づかないけども、家族としてはできるだけの促しをするしかありません。その上で本人が絶対行かないっていうんであれば、首に縄つけて連れていくのが本人にとってのベストなね生き方なのかっていうと、多分そうではないと思うので、どこかで本人が病院に行かないとなっていうふうに思う。そうでないと薬とか出しても飲まないしね、治療する意欲がない人に薬出しても結局飲まないし、あとでペッて出してたり吐き出してたりするので、治療意欲っていうものが少しでも芽生えるように見守るってことも大切ですね。あんま焦んないでゆっくりと関わっていくと、病院に行こうかなっていう日が3ヶ月から6ヶ月以内に来るんではないかと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。